が始まるのが8時からなので2時間から1時間半前ぐらいにコース全体のまず安全性を確認するのにコースチェックをすることと刈り込み作業、そういう業務を行います。植物を使ってゴルフコースっていうのは作ってるので、やっぱり常にこう状況が変化していってしまうし、どんな状況でもですね、お客様が来た時にその時の一番いいコンディションを作れるっていう状況を作っていきたいなっていうふうには常にチャレンジしてます。私どもの方は、グリーンが洋芝で他は高麗芝ということになりますので、高麗芝というのは時期によってものすごく硬くなったりとかってしますので、そういう時にこうカットをさせるために調整というのが必要になってきます。常に鋭い刃で、切っていくっていうことがすごく重要なので、一枚一枚、新聞紙を当ててですね、刃の切れ味を見ています。一番シビアなのはもちろんやっぱグリーン上に使う機械ですね。コンマ1ミリのセッティングでカッティングしていきますので、ここは一番シビアです。グリーンっていうのはやっぱボールが転がる場所なので、何本で管理した時が一番スムーズだと、今の現状がどうなのかっていうのを確認する作業をしています。何十センチにも長くなって生育する植物なんですけど、それを2ミリとかっていうふうに僕たちは栽培をしていて、彼らはどういう状態になりたいのかっていうのをいつも観察してます。広大な面積の中で仕事をするので、個人個人の判断ですとか、モチベーションとか、一人でも情熱を持って、コースをきれいにしたいというふうな人たちがいてくれないと全部をきれいにするっていうことはもう不可能なので、一番重要なところだと思ってます。刈り込みのラインだったり、自分で刈って本当に綺麗だなっていう気持ちですか、上手に刈るとかかっこよく刈るとか、見た目も重要になってくると思います。色味がしっかりしてて、隅々まで芝があって、細かいところまで、刈り込まれてるのがいい状態だと思います。集団での仕事なので、やっぱりみんなで作り上げたところコースをやっぱり回っていただけるお客様に、すごいいいねとか綺麗になったねとか言われる時がやっぱり一番充実感はあります。やっぱゴルフコースは自然の中で植物っていう常にこう変化する生き物を使ってもう作品を作ってるみたいなものなので、やはり長い年月かけていい状態っていうものをこう熟成させていくものだというふうに思ってます。霞ヶ関カンツリークラブだと今90年の歴史があるんですけど、その中のこう一時代を自分でこう担っているっていう、そこが一番の醍醐味だなっていうふうに思ってます。